みんなでデジュッポ健康ポー、イエーイ。まあ、いつの間にか健康ポーになってしまいましたが、健康法でございましたもんとはね、ノリで健康ポーって言ってますけど、まあ、それはそれでね、そしてもうこの番組もですね、もうゲストさんがたくさん出ていただきました。もう何人出てくれたのか僕も分かりません。もう10人以上、20人ぐらいかな。本当にいろんな方が出てくれてますが、まあ、ほとんどうちのマイスターさんたちに出てもらっているわけですけれども、そうじゃない、ね、大物俳優の原田大二郎さんとかも出てくださいましたしね、あと池川明先生ね、体内記憶で有名なね、産婦人科のドクターでございますが、あと小林敏生先生とかね、あとですね、そうそう、このデジュリドゥ健康法、デジュッポ健康法と愛称にしましたが、デジュリドゥ健康法の、エビデンス、医学的根拠ね、これを、論文にしてくださった大月教授もね、まあ、今はもう教授退官されていますので、岡山県のちょっと山間部のね、クリニックの院長さんというか、先生ドクターされていますけれども、もう出てくださいまして、学術的なお話もねしてくださったり、一緒にいろんな方々がいろんなお話をしてくださってます。で、まあ、デジュッポ健康法、これ見てくださってる方々は皆さんご存知でいただいているんでしょうかね。まあ、ご存知ない方もおられますでしょうが、もともとはアボリジニ、オーストラリアの先住民が、まあ、2000年以上前、もしかしたら4000年前ぐらいから演奏していたと言われているディジュリドゥという、世界最古の木製の金管楽器とも言われておりますが、唇を震わして音を出す金管楽器は、金管楽器っていうんです、管楽器はね、こういうことですけど、ただこれをね、でも闇雲に吹けばいいというものではないね。YouTube なんか見るといろんなディジュリドゥプレイヤーさんがおられてですね、いろんな吹き方をされています。じゃあどのように吹いてもいいのかっていうものではなくて、やはりこれは健康法というメソッドを私8年前に世界で初めてだったんですが作らせていただいて、で最初そんなにっていう言い方もなんですけど、まあ脳科学生するようなのみたいなことからね、脳神経外科医と出会いましてですね、これも協会作った方がいいよっていうことでですね、一般社団法人作っていただいて、で地味に始めさせていただいたんですが、それがこう体験をされていくとですね、皆さん本当にこの効果を体感されてですね、いろんな効果があるっていうことを皆様が、まあ、個人のご感想ですけども口々におっしゃってくださってですね、でラッキーなことに僕がこれを始めてすぐですね、広島の健康サロン当時11店舗ありましたけどね、そこでですね、延べ2000人ぐらいのですね、平均年齢80ぐらいの年配の、おじいちゃんおばあちゃんね、実践してくださって、でいろんな本当に効果が、そこは足湯をして足つぼして、で20分これを20分拭くという、まあ、相乗効果も当然あると思うんですけれども、そういう効果がたくさん出てですね、で僕自身も驚きまして、でいろんな、まあ、かつてから交流のある、まあ、ホリスティック系のお医者さんもね、いろいろこう質問しましたら、まあ、やっぱり脳幹が活性してるんじゃないかっていうことで、脳幹活性はこれエビデンスないんですけど、まあ、そういうことで、自信を持って広めていこうっていう気になってやってきました。それで8年ぐらい前なのかな、いやもうそんな前じゃない、 4,5 年前かに、岡山県倉敷市にある川崎医科大学、ここに大月教授という方が衛生学の教授でおられましてね、大月先生は、僕はもう音楽、大月先生は音楽も趣味でされてるんで、音楽関係で、交流がありまして、で大月先生にお願いをして、これなんとか研究してもらえないだろうかということをお願いしましたら、まあ、ちょっとどうなるか分かんないけどやってみようよっていうことで、20人の方の検査をですね、僕が検査をするのでそんなに難しい検査はできませんが、最低限できる中で効果がちゃんと測定できるという方法を考えていただいてですね、3ヶ月くらい、2年かかった、20人の検査をするのに3ヶ月ずつやってね、でその結果が
すごくいいものだったと。気分好転、ストレス解消、自律神経バランスが整うという、こういう結果が得られて、それも統計学上ですね、たった20人の検査ですけれども、これを200人やっても1000人やっても2000人やっても同じ結果が出るよという、なんか公式があるんですよ。僕もちょっとよくわかんないですね、専門家の方はお分かりだと思うんですけど、大月先生がこれはもう本当に立派にどこに出しても間違いない結果だからということで、データだからということで、ウェブマガジンのね、そういう専門のマガジンに、送って、それが通って掲載されたと。それがまあ世界中にオープンに、論文が発表されて、それが年間1000人以上の方がですねダウンロードするというぐらい評価が高いものということを、大月先生の、ご自身の業績にもなるからということでですね、本当に喜んでくださってますけれども、それが気分好転、ストレス解消、自律神経バランスが整うという、これが医学的根拠、エビデンスというものが得られています。だから本当に企業さんとかね、あと福祉関係とか医療関係、そういったところにも今自信を持ってお勧めできるという、ちゃんとした健康法というお墨付きをいただいたみたいなもんですからね。それで、病院とかですね、そういったところでも取り入れていただいてる、ちょっとここのところのね、コロナ騒動でいろんな、また研究もね、本当にいろんな方がしてくださるということになってましたけれども、コロナちょっとペンディング止まってますけどね、これもまたいずれ動き始めますし、中国ではもう2年前から準備をしてくれてますしね、あとアメリカも行けるようになったら行く、カナダも行く、フィリピンも行く、台湾も行くっていう話もね、いろいろ出てますので、海外にも当然持っていきますし、その前にやっぱり日本全国、僕は本当にリアルで皆さんにお会いしに行きたいと思ってますので、行けるようになりましたらぜひぜひお会いしたいと思います。またオンラインではね、オンラインサロン、ハッピーディジュワールドというオンラインサロンをやっておりますので、初めてのディジュポっていうコーナーは、コーナーというかプログラムは無料でずっと出ていただけますけれども、他はちょっと有料になったりしてますが、ちゃんとした効果も得られますからね。で、これも継続しなきゃダメなんですよ。1ヶ月やってやめちゃった、そしたらもうまた戻ってしまうので、やっぱり継続することと、うちの一般社団法人デジリドゥ健康普及協会が提唱している、その、作りましたメソッドに従って、我流に走ったらダメですよということも、大月先生の論文にも書いてありますので、ちゃんとうちのマイスターたちの指導も受けていただきながらですね、ずっと継続していただくと、その予防医療として僕はやってますけれども、いろんな効果が得られるという、こういうものですね。またご興味を持っていただきましたら、QR コードとか出てると思います。概要にも、概要というかコメントの欄にも出てると思いますので、お気軽にアクセスしていただいて、ぜひともディジュポ健康法を、お役立ていただきたいと思います。ということで、今日はちょっと真面目にお話してしまいましたが、またお会いしましょう。ありがとうございました。